このゲーム差で CS やる意味。10ゲーム差までは100歩譲るが、20ゲーム近くになったらさすがに違うやん。ええんかこれ。草、パリーグ魔境やな。貯金独り占めしたチームはそのまま日尻で、これで俺が日本シリーズ逃したら大荒れする。 CS で NPB 安っぽくなったな。10ゲーム離れたら CS 開催しないようにした方がまだ盛り上がるんちゃうか。優勝決まった T も緊張感ある試合できるし、1位はアドバンテージに勝にしろ。阪神 VS オリックスの真の大阪代表を決める戦い。オリックス強いからハンデでいっぱいからスタートしろよ。ご視聴ありがとうございました。